竹内のゲームをやらせてもらう部屋ね。はい、お願いします。お願いしますね。何のライブ借りもいるしな。人当たりですけど、ね、うわぁ、神保町来てくれるかな。吉本漫才劇場。吉本漫才劇場来てくれたら、ね、そしたら熱いよね。うん、ナイチンゲールダンスが出てくるかな。なんでキュートじゃない。来た来た来た、やばい、うん、これやばいよ。これはやばい、やばいかも。白石さんってわかるんだよ。そうだよね、だって、うん、クラスメイト、あ、そうか、メガネ外しててもってことよね。これはまずい、ボタン押せないかも。押して誰だ、うん、誰だ誰だ。大人にしては軽い。軽い、誰だ誰だ。あら、お兄ちゃん。あら、あら、あまねさーん。あさーん、綺麗ですね。綺麗ですね。クールビューティー、ひらがなバージョン。高級車。余ってたって言ったでしょ。いわゆる高級車ではあるし、片遅れでも十分だもの。悪い車じゃないわ。お金持ちなんやね。お金持ちなんやな。いくつ？一個上つってたもんね。18、19。これ高そうな車なんだけど、それが余ってるって。別に言うほど金持ちってわけじゃないわ。土地とか古い付き合いはあるけど、結局道場主なんてそんなに稼げる仕事じゃないもの。じゃあ、うん、お願いします、うん、瀬戸くんもまた月曜日に学校で。ええ、任せておいて。なに、相変わらずしょぼくれた顔して。そうやって彼女の前で他の女と通じてるところ見せるのはどうかと思うわ。通じてる女多いね。多いね。ワクワクしてくるな。そう考えるとやっぱ五木さんが一番不利ではあるね。なるほどね。うん、最後はちょっと慌ただしかったけど、うん、今日は楽しかった。もういいかしら。意味深な視線が多いぜ。ええ、任せてくれていいわ。それじゃ、行くわよ。あ、はい。それじゃ、また学校でね。うん。何の話するんでしょうね。何の話するんでしょう。あ、あ、うわ、色っぺえ、色っぺえな。そんなに固くならなくてもいいわよ。大人やな。大人やね。免許を取ってそんなに経ってないんじゃないですか。うん、うん、そうね、今月の頭かしら。めっちゃ最近めっちゃ最近やん。心配やね。ちょっと心配、うん、半月ちょっと。すごい慣れてるように見えたんですけど。おっかなびっくり運転する方がよほど危ないと思わない？まあ、確かに。それよりも聞きたいことがあるんじゃないの？いい道場でしょうね、こんな高級車ってことは。それはまあありますけど。聞いちゃえ聞いちゃえ。天音さんの口から聞くことじゃないかなとも思ってて。あら、そうなの？あら、そうなの？あら、そうなの？必要なら瀬戸くんが話してくれると。まあそうか、いいななんて。好きだけどね。そうだよね。もうね、だいぶ好きですよ。何をごまかしてるかわかんないですけど、もう言っちゃえよ。終わっちゃうから。修二がそんな有名な男なら私がこうしてこの身を送りに来ることもなかったと思わない？なるほどね、うん、今日一日でなんかそういうわけでもないのかななんて思うようになりました。なんかいろいろなんだなと、うん、賢明ね。まあさすがに修二が彼女相手なら知っておいた方がいいことは話すと思うけど。けど？けど？なんです？修二って溜め込むタイプだから
しかもかなり限界まで。だから言わないこともあるんじゃないかなと思ってね。なんかあったんかな、過去にそういうことがさ。それは口揃えて言ってるよ、みんな。付き合いの長い天音さんでもどうしようもない感じなんですか。付き合いが長いからかしら。生地修士のことがわかるから言ってどうこうなるとも思ってなかったのよね。なんだろう。逆に聞いてもいいかしら。はい、答えられることなら。大した話じゃないわ。こっちでの修士の様子が気になるの。こっちに来てから本当に連絡をよこしてないのよ。いいように言ってよ。心配ですか。ええ、そうね。薄情だと思わない。私たちその程度の仲だったのかしらって。寂しいね。うん、おわ、勘がいい、勘が鋭い。なるほど。ほう、うん、何、ちょっとわかんないよ、俺ら男だから男だからさ。え、かつてのアマネとかつての修士の関係、元なのか、何なんでしょう。変な人です。彼氏に対して随分な言い草ね。他に何て言えばいいのか。不真面目というか、やる気がなくて、けど誰かに迷惑をかけることはない、うん、というか、むしろおせっかいというか、なかなか舐めた生活してるみたいね。なんでそんなことになる、うん、昔はそうじゃなかったんですか。本人に聞いたらって言ってもきっと答えないわね。そうね、昔は。気になる。気になるね。少なくともそんな風に不真面目ではなかったかしら。そうなんですか。ええ、ただその代わりもうちょっと隙と余裕がなくて、今みたいにヘラヘラしてるのも隙がありすぎてどうかと思うけど。なかったよね、自分以外のことにはちゃんと向き合うというね、修士らしいです。もしかして昔は柄悪かったんですか。聞け。どうなる3年の先輩のあの態度。なるほどね。ね、あの先輩はなぜか周りが勝手に勘違いしてただけよ。おお、強いのは強いんだ、やっぱ。なんか事情があって、うん、なんかあったんでしょうね。うん、もしかしてあのバカ何かやらかしたかしら。いえ、そういうことはなかったんですけど。そう、そうね。話に聞いた限りだと、同じ出身の人間もそこそこ通ってるから、強キャラや。修士の昔のことを知られていてもおかしくはないし、その方面からの何かかしら。何やってたんですか、彼。踏み込むね。それは本人から聞きなさい。彼女が大事なら隠すか答えるかしてくれるはずよ。どっちもですよ。それイエスでもノーでもあるじゃないですか、うん、ですよね。言いました俺それ。不義理はしないって意味よただあのバカがそれ以上に不甲斐なくてどうしようもなくなったら、どうしようかしらね。自分のところに聞きに来いとは言わないんですね大人やね。そこまでする義理がまだあなたにないもの。安美さんだって何かあったら来なさいなんて言われても二の足を踏むでしょ。焦ってるな、二人とも。ね、うん、それは確かに。だからその時はその時ね。女性の方が成長早いですからね。そうですね。全く。心の男はずっとドッジボールやれるからね。うん、一緒やれる。今でもやれるもん。今でもやる。僕は昨日けん玉を買いました。だから時代も遡ってそれぐらいちょうどいいです。
うん、あまねはなんか複雑ですか。まあ鋭いですね。鋭いですよ、あまねは。あまねはそう、鋭いの、そうだね。何か謝るようなことがあなたにあるのかしら。大事なシーンだったんじゃないでしょうか。お疲れ。いや、本当に葵は理解者だな。葵は理解者だよめっちゃ好きやん、葵またそういうから元気をずっと葵やね。気にしないでいいから、お腹空いてるんだよね。のびちゃんにもあげよう、ちょっとね。そういえば、お姉ちゃんからメールが来てたわ。なんとか今日中に帰ってくるって。やっぱ忙しいよね。忙しいよ。あとは、好みが来てるだろうから、ちゃんとしておけだって。忙しい。給料もちゃんとあんのかな心配してるやん。働いてる分もらってるやりがい搾取されてないぞ、のびさん。食べてきたから大丈夫だよ。よかったです。あのさ、もっと何かないの？この年の女の子って妹やからさ、妹やろ。ダメなお兄ちゃんね。知ってたけど。最近会ったこと話しなさいよ。葵お姉ちゃん。嫌な蛇。さっきはデートだったんだよね。その時も黙ってたの？そうね。やすみさん、まんざらでもないみたいだったけど。大丈夫。その昔からお兄ちゃんと話すこともあんまりなかったし、兄弟ってそうだよ。まあまあそんなもんか。知ってたけど、仲悪くはないでしょう。そうかな。どうしたの。確かにね。機嫌な感じだ。そもそも仲悪かったら。一人で様子を見に来たりするわけないでしょう。その急に来てごめんなさい。全然全然。そうだよ。可愛らしい。だって本当に何の連絡もなくて。心配だったんだろうね。その何かあったら葵お姉ちゃんたちが教えてくれたと思うけど。ごめんね。だけど修二に彼女ができたとか言わない方がいいと思って黙ってたのよ。本当に驚いた。そんな理由だったら困るよ。そうだ、後で布団下ろすから手伝って。私自分でやるから大丈夫だよ。できるのか。大丈夫、重いよ。いいのいいの、そういう仕事させるためにうちにいるようなもんだし。そうか。いや、私の部屋に布団出すのはいいんだけど。何？主人入られたくないなと思って。何そんなこと言う？あ、葵お姉ちゃんの部屋？いや、なんかあるってことか。そうよ。客もあったんだけど、今そこ主人の部屋になってるから。だけど。葵お姉ちゃんの邪魔にならない？でもここに出すわけにもいかないし、お姉ちゃんの部屋もいつ帰ってくるかわからないから、やっぱり私の部屋しかないんじゃない？一緒に寝たいと。そうかなって思ってたんだけど。なら花見も自分の年考えなさい。年嬉しいよね、修二も。
まさか。あら。一緒にお風呂とか入ってないわよね。そんなわけないよ。恥ずかしいって。ノロ、寝顔見られるのはいいの？え？うん。それくらいは別に。あら。気が重いんだ。気が重いよ。ただいまー。サメさん。あれ、シュージ一人？うん。サメさん。お願い。この身は来てるのよね。せっかくお兄ちゃんに会いに来たのにね。いつまでいるんだろうな、この道は。そういえばあの子すごい方向音痴だったはずだけど大丈夫だったの？うん。マメね。何？車って男友達？まあいいけど、ちゃんとその子にもお礼しないとダメよ。本当なんやね。いやー、ありがとね。それじゃ、いただきます。何時なんだろうな。日に回るちょっと前。真面目に勉強してるようだね、少年。そうは言うけど、私はほとんど家にいないし、葵だって修士の成績とか生活態度を見張る義務があるわけでもないし、とやかく文句言われる筋合いはないと思わない？正直、葵一人で留守番させないでいいだけで十分十分。いいお姉ちゃんや。いいお姉ちゃん。ツバメは僕はツバメです僕はツバメさんで。ツバメさんですね。親戚なんだし、そこは平気でしょ。まあ、どっちかに恋人でもできたら大変だけど。平気かな。平気かね。いっそ、修二と葵が付き合っちゃえばいいのかしら。あら、うん、つばめさんが言うんや、それ。それで、シュージがうちの子になっちゃえば問題ないでしょ。感じ解決や。感じ解決かもな。まあ、そうよね。それに、そうなったら私のいない時間が大変なことになるというか、帰ってきづらくなっちゃうしね。で、さっさと寝ちゃったってことは、この身とはあんまり話してないのよね。話してないね。あんまりとやかく言いたくないけどさ、せっかく来たんだからちょっとは相手してあげなよ。なんかありそうですね。ここで初めての2時間回します。2時間回してるとこういうことですか。まあ小説を読んでる時もそうですけども。なるほどね。まあでも確かに全然選択肢ないなとは思わずにやれた。本当にストーリーをちゃんと見れましたよね。思い出したゲームであること、素晴らしいです。このみちゃんとちゃんと話してあげなよというので、これはどっちなんやろ。だいたい一番最初の選択肢はまあそこまで。あ、そうなんだ。あんまかかってこない。このみちゃん、まあ、正直やっぱお兄ちゃんとして喋ります。はい、一旦喋ります。じゃあ、そうなら今までの行いのせいじゃないかな。ね、明日もだらだら話してしまって、そいつらまあ、その方が健全か。あても男兄弟なんてそんなもんよね。むしろ妹の趣味とか遊び場とか事細かに知ってるお兄ちゃんの方が問題あると思うわ。
まあ何してもいいけど、泣かせたらダメよ。そこは嘘でも泣かせないって言いなさいよ。ちなみに今まで泣かせたことは？まあいっか。美人ね、ハルちゃん。それもだけど、むしろこうほら、シュージがナンパというか連れ歩いてるという恋人というにはちょっと釣り合いが。ああいや、シュージがブサイクなんじゃなくて、あの子ほんと美形だから、だから気をつけなさいよ。で、今日はどうするの？どうし、このみちゃん、とりあえずお兄ちゃんの様子見に来ただけだし、ま、前置きしなきゃ、すぐ帰れって言ってるように聞こえなくもないかな。6時前にまた天音さんが来てくれることになってるから。なるほど。3年生よね。進路とか決まってれば暇なんじゃないの？3年生ね。あんまり詳しくないんだけど、修二がもともと通ってた道場なのよね。柔道。柔道。あら。合気道。あまねさんのお父さんは警察の方にも指導に行ってるんだよね。すごいじゃん。すごい人だ。強いんだ。修二ってそんなところで柔道やってたのね。強いぞ修二は。強いぞ。強いぞ。そうだろう。平均的だ。平均的だ。怖くなくていいんじゃないかな。あ、もう、なんかやらかしてるよ。なんかやらかしたね。なんかのために。シュージはそう、何かを守るためにぶん投げてます。大男ぶん投げてます。完全に完全にぶん投げてます。で、今日はどうするのよ。ゲームが少々と、あと映画とかの DVD は売るほどあるけど。いいね。そっか、映像館、そういうことか。映像館に好みが良くてもそれでいいわけないでしょ。何のためにここまで来たのよ。まあ、あれですからね。お兄ちゃんの様子を見るため。その通り。だったらせめて修士と過ごさないと。確かに。そういうところに私が行って大丈夫？行ってみましょう。行ってみましょう。なるほどね。というか、待ってね、こっちで。いい加減バイトやめれば。何のバイト？
その方が勉強する時間作れるでしょ。まあ必要なんじゃないですか、バイトが今は。分かんないですけども。トレーニングはやめないんだ。はあ、なるほどね。鍛えてる、鍛えてたからね、道場に。守るからね、人を。習字はすぐ守りましょう、守りましょう。そうなんだ。なるほど、そうなんだ、やっぱ天音さん的には。あうんのね、ほんまに。ポンポン投げるもん。投げるってどうやって？どうやって？合気道で。聞いてるだけなら楽しそう。うん、かわいい。ま、修士が思わず体を鍛えてるのは自衛のためだっていうか、身に染みついたものだっていうのは理解したけど、はい、修士がバイトしてるところって夜のお店じゃなかったっけ？連れていけないよ。どう？コメディア。お姉ちゃんが今日は夕方までオフだから服見に行こうと思って。うん。ま、趣味だからね。修士がどうしても無理って言うなら好みをこっちに連れて行こうと思ってたんだけど。なるほど。大変なことになった。大変なことって何があったの？うん、お姉ちゃんに騙されてね。うん、急に言われても困るのね。何何何、モデルのもの。ああ、そうだ、あモデルさんをやるさんみたいなね。大変だったんだ。だけど私より好みの方が向いてるんじゃないかな。以上よ。ウサギの絵本みたいに口をバツにしながら。あららら、あらあら。はい。はい。今回。いやー、初めてやりましたね、こういうの。いいでしょ。いいね。ワクワクする。ワクワクするよね。うん、みんないいよね。みんないい。羨ましい。ちょっと心の中でもなんとなく。まあ正直、あ、そうなんですか。うーん、気になるところ決まっちゃってますけどね。はい、またじゃあ次回、はい、やりましょうか。攻略します、もう本当に、はい、じゃあ最後に、はい、チャンネル登録、高評価。はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。